こんにちは、みずきです。今回はじゃじゃーん、ドンキホーテの購入品をご紹介していこうと思います。はい、ということで久々にドンキでお買い物してきたんですけど、今回は普段そんなに紹介しないようなカラコンとかコンタクト類もご紹介していこうと思います。はい、ということで一つ目はこちらです。私の綺麗日記シトラスクールミントマスクです。多分夏限定かな、数量限定のひんやり爽やか肌タイプになってます。このシリーズのマスクは私すごい大好きで、黒真珠マスクのタイプを買ってるんですけど、大好きなパックの限定品ということでこちらも買ってみました。で、この箱に対して4枚入りだからちょっと少なめなんですけど、結構なんか良さそうな感じはします。で、このシリーズね、全部パラベンアルコールフリーです。なので敏感肌の方にも使いやすいマスクではあるんですけど、このタイプはね、シトラスクールミント、清涼感のあるメントールとかも入ってるのでちょっとスースー感はあります。清涼感のあるパックは私朝マスク、サボリーノの朝マスクしか使ったことがないので、ちょっとこれはね使うのが楽しみです。夏の暑い日にすごい良さそうだなと思います。また感想はお伝えします。はい、続いてはこちらです。ロレアルパリのシャインオン930番です。なんかこれ最近めっちゃ売れてますよね。なんか行くとこ行くとこ売り切れで、やっと手に入れたんですけど、このカラーもねラスト1本でした。多分私このタイプのリップを初めて買うかな。リクエストでいただいてたんですけど、ちょっとねこのカラーしかゲットできなかったので、ちょっとこちらをレビューしていきたいと思います。確か全部くすみ系だったかな。930番はこんな感じ。なんかこう塗っていくと本当にじゅわっと溶ける感じがあるので、すごいスルスル塗れます。香りはね、ほんの少しフルーツの香りがします。なんか私が思ったのはこのジルスチュアートのリップブロッサムに似てるかなと思いました。カラーはねこれ46番なんですけど、カラーも微妙に似た感じで、これも塗っていくとね結構こうじわっと溶ける感じがあって、質感がねすごく似てます。体温で溶けるとツヤが出る感じ、なんか触った質感とかもね結構似てます。この透明感もねすごい似てます。なんかこういう暗めのモード系のリップってちょっとねマットリップが多いイメージなんですけど、これだったら夏でも使えそうなツヤ感があるので、かなり使いやすいんじゃないかなと思いました。あとは持ちに関してなんですけど、結構ねツヤツヤだからそんなに持ちは期待できないんですけど、微妙に残る感じかな。どちらかというとジルの方がちょっと残ってますね。なので塗り直しとかはね結構必要かなと思います。ただつけ方によってこう薄くも濃くもできるので、そこはねすごいいいなと思います。あと唇はね結構乾燥しづらい気がします。なのでマットリップ苦手だけどこういうモードなカラーを使いたい方におすすめです。こちらまたメイク動画の時に使います。はい、続いてこちらです。ピュアナチュラル1日使い捨てソフトコンタクトレンズ30枚入りです。これはね初めて買ってちょっとねもう使ってみたんですけど、今まで使ってたコンタクトよりもこうフィット感がねすごく良かったです。私眼科でもらってるやつは基本的に2ウィークか1マンスが多いんですけど、泊まりに行く時にあのコンタクト洗うのがすごい面倒なので、このワンデータイプはね結構常備してます。前ドンキで買ったソフトコンタクトよりも使い心地が良くて、値段もねちょっと安めでした。なのでこれからワンデータイプのものはこれをねずっと買おうかなと思います。はい、そして次こちらです。エンジェルカラーバンビシリーズのナチュラルヌードのワンデータイプを買いました。こういうデザインのカラコンなんですけど、なんかこう見た感じだと結構ナチュラルに見えたんですけど、つけてみると結構暗めというか黒が強い気がします。どうだろう、なんか大きさもちょっと大きい感じがするんですけど、今まで使ってたものよりちょっとナチュラルさが欠けてる感じが
しますね。 DIA が 14.2 でそんなに大きいはずじゃないんですけど、カラーかな、やっぱりちょっと濃いめでしたね。なのでこのカラーはね、リピートはしないかな。本当はもう一つのちょっと薄めの、色素薄めのカラーが欲しかったので、次回はねそっちの方を買ってみようと思います。はい、そしてラストこちらです。クレヨンしんちゃんのケーブルアクセサリーです。本当にこういう風に使う感じなんですけど、 iPhone の充電器ってこの先のところがね結構壊れやすいというか、こうグネグネなってケーブルが破れたりとかあるんですけど、その断線予防のためのアクセサリーです。この真ん中に穴があって、充電器の先のところをこれで守る感じです。こんな感じでめっちゃ可愛い他にもワンピースだったりいろんなキャラクターがあったんですけど、なんかこれが一番可愛かったのでこれを買いました。はい、という感じで今回はドンキホーテの購入品をご紹介していきました。まあ、大体ドンキはカラコンを買うのが目的で行ってるんですけど、結局コスメとかパックとか買ってしまいます。まあ、また近々ねカラコン買いに行くと思うので、その時はご紹介します。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では。